町からだいぶ歩いたけど、ここがあの子の言っていた洞窟かな。他に洞窟はなさそうだ。入ってみよう。奴らの巣には気をつけよう。敵発見。叩き潰す。いるんでる。いるよ。なんかヤバくなってきた。絶対に負けないから。珍しい。嬉しいね。これで行く。おーい、ビッケ船長。出てきたか。ジャック、やってやろう。お宝発見。空気が違う。まるで異世界だな。ああ、重い。俺、ここに来たことあると思う。その感覚はよくわかる。でも気にしない方がいい。どうせはっきりしないんだから。そう。まあ今は気にしても、そのうち面倒になる。前を見て歩いた方がいい。よし、行くぞ。灰になれ。変更だ。地面にも雲の糸が。強くなりたい。あれはキューブだ。休んでおこう。さてと。あっ、海賊に私たちの理屈は通じない。魔物と同じだ。向かってくるなら蹴散らせばいい。うわっ、酒臭え。この匂い、かなり危険な酒だ。
余裕だな。やめろ。浅はかだな。これで隠したつもりなのか。いいものかな。変更だ。さてと。これで行く。まずいかも。何としても倒す。もしかして技使えない？終わる。変更だ。今動けなくなる？何かあるな。足りる？油断せずに行こう。ジャック、天井の鍾乳石使えない？これで行く。幻想的だ。海賊は不思議な場所にアジトを作るな。キューブ発見。さてどうするかな。強敵だ。冷静に冷静に。猫の魔物、可愛げがないぞ。本当の猫ならよかったのに。気をつけて、様子が変わった。やっかい。あの攻撃をどうにかして止めたいが。また様子が変わった。来るぞ。下がったみたいだ。よっしゃ。
素早い。気をつけよう。いくらお腹が空いてたって鍵なんか食べなくても。これで行く。変更だ。ビッケ船長。あの船の雰囲気、この辺のものって感じがしないな。海賊船だからじゃない？なるほど。ということはビッケ船長はあそこかな。いいえ、物だ。歓迎してやれ。さてと。あっ、ボッコボコにしてやれ。からじゃダメか。乗り場は別の場所らしい。手当てしておけ。行くぞ。キューブがある。調べなくていい？
るか。ジャックがいれば負けないさ。相手する？やるぞ、ついてこい。変更だ。これで行く。巣が張り巡らされているな。健康だ。追いつけろ。これで行く。灰になれ。はぜろ。世界統一効果大歓迎だな。手下口がいるか。邪魔だ。早いうちに壊そう。船長！おお、こんな世界でも綺麗な場所はあるんだな。俺たちが行くのは闇の中。こんな場所はさっさと通り過ぎるぞ。見つけたよ。調べておくか。
健康だ。灰になれ。敵がいる。さっと倒そう。出てきたか。敵を呼び出すつもりか。さっさと壊せば大丈夫。やれ。敵、湧き出てくるね、これ。海賊船はすぐそこなのに。慣れた船を使って渡ろう。喜べ。ここまで来るとは。どうやらてめえらは本物らしいな。あんたがビッケか。ビッケ船長だ、キャプテンビッケ。俺たちはクリスタルを探している。孫の長官に会うように大臣に言われてきたが、今ではあんたが町を仕切っていると聞いた。おおよ、海賊が役人代わりとは、なんて世の中だって話だよな。これこそ混沌の闇だ。カオスだけにな。クリスタルはどこにある？海賊の冗談はつまんなくても笑うもんだぜ。綺麗じゃねえか。へっ、
たがってるんだろ。お前バカか。襲うべき船も奪うべきお宝もねえ。海賊稼業上がったりでクサクサしてたんだが、てめえらのおかげで気分がいい。クリスタルの在りかはアストスってやつが知っている。この船で連れてってやるよ。アストス知ってんのか。いや、何者だ。ダークエルフの王を自称している。ただのエルフじゃねえぞ。ダークエルフ。どう違うの。エルフ千人の命を吸い取って永遠の命を手に入れたとか、カオスと取引して身の毛もよだつ魔法を手に入れたとか、伝説はいろいろだ。カオスと取引だと。まあ真相は本人に聞けよ。いい旅になりそうだな。